電子回路、電子回路、電子回路、エレクトロニックサーキットは、ダイオードやトランジスタ等の能動素子を、構成要素に含む、電気回路。電子回路には、アナログ電子回路とデジタル電子回路がある。信号を増幅したり、計算したり、データを転送したりといったことができる。回路は、個々の電子部品を、電気電動体のワイヤーで、相互接続することで構築できるが、 近年では一般にプリント基板にホトリソグラフィで配線を作り、そこにハンダで電子部品を固定することで回を構築する。集積回路ではケイ素などの半導体でできた基板上に素子と配線を形成する。集積回路も電子回路の一種だが、この記事ではもっぱら集積回路は不可分な一個部品として扱う。集積回路の内部の電子回路については、 集積回路の記事を参照のこと。プリント基板は施策には向いていないため、新規設計の評価にはブレッドボード、ユニバーサル基板などを一般に使用する。それらは開発途中で素早く回路に変更を加えることができる。プリント基板が多用されるようになる以前は、ワイヤーラッピング配線やラグ板などを利用した空中配線により、電子回路は作られていた。 大きくアナログ回路、デジタル回路、論理回路アナログとデジタルの混合信号回路、アナログデジタル変換回路、デジタルアナログ変換回路などに分けられる。取り扱う周波数により低周波回路、高周波回路という分け方をする場合もある。アナログ回路は表現している情報に対応して電流、または電圧が時とともに連続的に変化する電子回路である。 アナログ回路の基本構成として直列回路と並列回路がある。直列回路では同じ電流経路上に電子部品が並んでいる。例えばクリスマスのイルミネーションで使用する電球が並んだ線がある。この場合電球のどれか一つが切れると全部の電球は消える。並列回路ではそれぞれの電子部品に同じ電圧がかかり各部品の電気抵抗値に応じて電流が 分配される。アナログ回路の基本構成部品として、配線、抵抗器、コンデンサ、コイル、ダイオード、トランジスタがある。最近では、メモリスターも基本素子の一つとして加わっている。配線を直線で表し、各部品を記号で表した回路図で表現するのが一般的である。アナログ回路の解析には、キルヒホッフの法則を利用する。すなわち、ある接点。 配線が交わる点での全電流の総和は常に例であり、平路を形成する配線上の電圧の総和は例になるというものである。配線は一般に電気抵抗がなく電圧がかからない理想的な電気、電動体とみなす。電気抵抗やリアクタンスを付与するには明示的に抵抗器やコイルのような受動素子を追加する。トランジスタなどの濃度素子は制御された電流源。 または電圧源として扱われることが多い。例えば電解効果トランジスタはソースドレイン間の電流源としてモデル化でき、その電流はゲートソース間の電圧で制御される。回路の大きさとその回路が扱う信号周波数の波長が近い場合、より洗練された手法を使用しなければならない。配線は電装線路として扱われ、 一定の特性インピーダンスを持つことが望ましい。始点と終点におけるインピーダンスから伝送される波と反射波が決定される。このような考慮を扱う周波数がギガヘルツ以上の場合に重要となる。集積回路は配線が短いため1 0ヘルツぐらいまでは素子の集まりとして扱える。代替となるモデルとして基本電子ユニットとして独立電源と 電磁誘導を採用することがある。この場合、二次電子部品として、周波数に依存した、不正抵抗、ジャイレータ、不正インピーダンス変換回路などを扱える。デジタル回路では、電気信号が、離散値を取るものとし、それらが心理値や数値を表す。それらの値が処理すべき情報を表している。ほとんどの場合に値に不号化し、一つの電圧。 一般に高い方の電圧が日値数の1を表し、もう一つの電圧、一般に設置電位 0V が日値数の0を表す。デジタル回路は論理素子を多用して論理回路を構成し、ブール論理の関数である&、or、not やそれらの可能な組み合わせを実装する。ポジティブフィードバックを提供する形でトランジスタを相互接続すると、ラッチ回路や、 フリップフロップが構成機、回路は2つ以上の順安定状態を取るようになり、外部からの入力が変化するまで1つの状態を保持し続ける。したがって、デジタル回路は論理とメモリを提供でき、任意の計算機能を構成できる。フリップフロップを使ったメモリを SRM と呼ぶ。よく使われている DRAM はコンデンサに電荷を蓄えるメモリである。デジタル回路は、 個々の論理ゲートが信号を再生成しているため、減衰や離徳やオフセット電圧などのアナログ設計で考慮すべきところを無視でき、同程度の複雑さ、部品数ならアナログ回路より設計が容易である。結果として、単一のシリコンチップ上に多数の論理素子を集積した複雑なデジタル回路を低価格で大量生産できる。そのようなデジタル集積回路は、電卓、携帯電話、 コンピュータなどの現代の電子機器で広く使われている。デジタル回路はマイクロプロセッサなどの汎用計算チップや ASIC などの特定用途向けの論理回路で使われている。工場出荷後に論理回路構成を変更できるフプガなども広く使われている。混合信号回路、またはハイブリッド回路はアナログ回路の要素とデジタル回路の要素を同時に 含んでいる。例えば、コンパレータ、マルチバイブレータ、位相同期回路、ADC、アナログデジタル変換回路、DAC、デジタルアナログ変換回路などがある。最近の無線回路や通信回路は混合信号回路を使っている。例えば受信機では、アナログ回路で信号の増幅と周波数変換を行い、それをデジタルに変換した後は、デジタル回路で処理を進める。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。